14年前の2008年、アフガニスタンで NGO ペシャワール会のスタッフとして農業支援の活動中に拉致・殺害された掛川市出身の伊藤和也さん。両親が伊藤さんの意思を継いで設立した伊藤和也アフガン菜の花基金が12月末解散することとなりました。自分たちだけでは到底できることではなかったものですから、本当に感謝しております。掛川市出身の伊藤和也さん、医師の中村哲さんが現地代表を務めたアフガニスタンの復興を支援する団体ペシャワール会のスタッフとして現地の農業支援に従事していました。1ヶ月半後ぐらいには帰ると思いますが、その時はよろしくお願いします。2008年8月、支援活動中に現地の武装グループにより拉致された後殺害されました。31歳の若さでした。伊藤さんはアフガニスタンに滞在した5年の間、農業支援の活動をする傍ら2000枚近くの写真を残していました。そこには伊藤さんが愛情を注いだアフガニスタンの子どもたちの姿がありました。事件から2ヶ月後の2008年10月、伊藤さんの両親はアフガニスタンを豊かな国にしたいという伊藤さんの意思を継ぎ、伊藤和也アフガン菜の花基金を設立します。本当に平和な国になっていただきたい。そして私たちが少しでもその復興していくことに対してお手伝いすることができたら、こんなに嬉しいことはないと思っております。基金には14年間で3022万円の善意が寄せられ、現地の子どもたちの教材や農機具の購入に充てられたほか、2011年には子どもたちのための学校寄宿舎を寄贈しました。伊藤さんの両親は菜の花基金を12月末をもって募金の受付を終了することを決めました。やっぱり私たちも高齢化になってきて、やっぱり続けていくってことに対してやっぱりなかなか難しいものがね、いろいろ考えると出てきたんですよね。基金は解散しても息子への思いは絶えることはありません。二人は今もなお不安定な情勢にあるアフガニスタンの子どもたちに思いを馳せます。当時行った時の子どもたちはもう大人になって、女の子は結婚してお母さんになってるかもしれませんし、男の子は兵士になってるかもしれないし、和也が願ったように本当に食べることに困らないような、生活に困らないようなアフガニスタンになっていただきたい。